皆さんこんにちは。スタンピンアップジャパン公認デモンストレーターのウェラードサトミです。ウェラードサトミがお送りするスタンプスクールなんですけれども、はい、始まったすぐの時はちょっと画面が揺れててすみませんって感じなんですが、今日のスタンプスクールレッスンはですね、ずっとずっと前一番最初始めた頃の本当に準備編の時にインクの種類についてお話しした回があったんですね。もうかなり最初です。でその時にはご紹介しなかったこのメメントブラックを今日ですね、アーカイバルインクとの比較でご紹介したいと思います。スタンピンアップ新しいカタログからこちらのメメントのインクパッドが出たんですけれども、日本の皆さんは比較的ね、このメメントインクっていうのはすでにスタンピンアップよりも前にお持ちの方って結構いらっしゃると思うんですよね。なのでそんな方たち、おそらくこのアーカイバルインクとの違いっていうのには非常に興味があるんじゃないかなと思ったので、今回ですね、レッスンテーマに取り上げてみました。では、一番最初に、これが一番違うぞっていうところをご紹介したいと思います。一応ですね、表面的には、サイズを見ると、一目瞭然なんですけども、サイズはですね、このスタンピンアップのインクパッドは本当にどれでもでかいんですね。アーカイバルインクだからといってでかいわけではなくって、これは全部同じサイズなので、そういう意味では、もうメメントと比べていただくと一目瞭然、全然サイズが違います。ただ、表面的には、メメントの場合も、布っぽいんですよね。わかりますかね。そしてアーカイブ、あんまり近づけると、でかくてわかる、でかすぎたですね。はい、こんな感じならちょうどいいでしょうか。はい、アーカイバルもですね、表面は布なんですよ。そしてメメントもちょっと表面はね、布っぽい感じなので、見かけには結構ね、同じになります。で、押してみると一番よくわかる違いなんですが、では最初ちょっとメメントからいきますね。はい。これサイズがね、こんな風なので、私はインクパッドをこんな風に持って、このサイズはね、押す癖があります。ではちょっと押してみたいと思います。押した感じっていうのはまた後ほどね、ご紹介しますけれども、今私が見ていただきたいのは、フォトポリマーを使われる方で一番気になるっていうのが、フォトポリマーにシミがつくかつかないかっていうのをすごい気にされる方いらっしゃいますよね。はい。今、メメントのブラックで押しました。そして、お掃除の仕方は通常通り、スタンピンミストとこのスタンピンスクラブでですね、こんな風にガリガリっとお掃除していただければ大丈夫なんですよ。はい、どうでしょうか。黒色を使ったにもかかわらず、比較的シミがついてないな、これ。っていう印象を持ったんじゃないですか。はい、では続いて、アーカイバルブラックを使ってみたいと思います。サイズ的にいい感じなので、この上にね、こんな風に反対側にしなくても大丈夫なんですけれども、お好みでこうやって押していただいても大丈夫です。ですか。ちょっとこの上に押してみ、横の方がいいですかね。横に押してみます。はい。イメージはですね、どちらも本当にくっきりね、押せたりするんですけれども、ちょっと乾いてくると違いが多少出てくるんですが、今注目していただきたいのは、スタンプに対するシミのお話です。わかりました。真ん中がね、これ、今ね、同じスタンプなのにね、インクがうまくついてなかったんですよ。これちょっとね、実はね、この、でかいっていうのにちょっとね、関係あるんですけれども、もちろん私がちゃんとつけなかったっていうのはあるんですが、それとマットを下に引いた方が、おそらくね、綺麗に押せたと思うんですよ。はい。よいしょ。シミのつき方、わかります?これ2回目だから黒くなったっていうわけじゃないんですよ。新品のスタンプを使っても、メメントの場合はそんなに色がつかないんですが、アーカイバルインクはですね、すぐ色がつきます。これがね、大きな違いなんですよね。ちょっと今手元に全く新しいスタンプが、これ一回やると色がついちゃうので、あれなんですけど、今ちょっとありました。これ全く新しい、スタンプなので。
ちょっと言ってみますね。そしてアーカイバルブラックはね、トントングリグリって押すのがコツなんですよね。はい、ちょっとこちらベタな感じの、なのでちょっと長めに紙にくっつけとかないといけないっていう、あの、まあ、めんどくさいといえばめんどくさいんですけれども、慣れればね、そんなに。はい、どうですか、もうわかりますよね。さっきメメント使った時と比べてシミのつき方わかります？もう黒くなってるの。これがですね、一番違うところなんですよ。同じ黒でも、メメントはですね、フォトポリマーを染めにくい、黒く染めにくいというね、大きな違いがあります。そしてアーカイバルブラックの場合はもうすぐに色は染まります。これはですね、別にスタンプの品質が悪くなるとかそういうことではないので、まあすごい黒くなるのが気になる方はそういう意味ではメメントの方がシミがつかないかなっていうのが一つ大きな違いになるんですね。はい、では早速ですね、細かい違いについてご説明したいと思います。今日フォーカスしていくところは乾きの速さ、そしてどんなペーパーに使えるかに関して主にご説明していきたいと思うんですね。というのはアーカイバルブラックもメメントも、あのウォータープルーフといって、水を一応メメントにはね、水性、染料系、まあ、ダイインクってなってるんですが、アーカイバルもダイインクです。ですがこの2つとも実はあのパーマネントインクといって、で乾くとですね、水を弾くっていう特徴が2つともあるんですね。なので、あの一見ほとんどもうこの2つは同じっていう感じで使っていただいてもいいんですが、あの使うペーパーとの組み合わせによってあの使い分けた方がいいので、そのあたりをね、今日このレッスンでフォーカスしていきたいと思いました。ちょっと置いておきますね。今日をご紹介するペーパーとしては、ウィスパーホワイト、グロッシーペーパー、シマーリーホワイト、それからウォーターカラーペーパー、そしてホワイトベルム、そしてまたこれも新しく出たフォイルペーパー、そしてこれ前からあったんですけれども、ウィンドウシート、それぞれに対してすでにアーカイバルブラックとね、それからメメント両方で押しておきました。ですか。ではまずウィスパー、一番基本的なウィスパーホワイトからお見せしたいと思います。これもうすでにですね、あの午前中に押してあるので、もう両方乾いてるんですね。なので触ってもにじみません。両方ともにじみません。ですか。先ほど今これ押したばかりのものですね。メメントはですね、じゃあすぐ乾くのね、にじまないんですけど、これまだね、濡れてるんですよ。なので、若干ね、こういうとこ触るとね、あ、もうほぼ乾いてきたかな。でもちょっと濡れてる感じが。これさっき。あ、だいぶ乾いて、あ、でもまだちょっとゴシゴシすると、黒く。あ、ほらほら、わかりました？にじみましたよね。まず乾きの点でいくと、ウィスパーホワイトに押した時に関してはメメントの方が乾きが早いです。アーカイバルブラックもしばらく時間を置けばちゃんと乾くんですけれどもね、あの乾きは遅いんですね。なのでメメントはウィスパーホワイトに押すと乾きが早いといういい点があります。しかし、はい、クローズアップ見えるでしょうか。色がですね、違うんですよ。黒色がアーカイバルブラックの方がくっきりブラックなんですね。でもメメントはグレーの濃いの、どちらかというとベーシックグレーに近いのかなっていう色なんですね。今まあカメラの状況とかでちょっと分かりにくいと思うんですが、肉眼で見るとすごく違いが分かります。もうこれグレーっていう感じになります。そしてくっきりさ分かります。ウィスパーちょっと近すぎるとフォーカスできないのかしら。ウィスパーホワイトに押した場合ですね、メメントの方がちょっとね、シャープさがね、良くないんですよ。にじんでるんです、なんとなくこの辺が。でもアーカイブブラックはもうくっきりはっきり、やはりあのスタンピンアップのペーパーとスタンピンアップ
ップのインクなので、この2つはね、とても相性がいいなという感じですね。そして色がね、本当に肉眼で見ると、こっちは黒なんですけど、こっちはグレーっていう風に見えてきます。いいですか？そしてですね、これこの上からちょっと色をね、つけてにじませてみましょう。もうすでに両方とも乾いています。なので、こんな形で、ちょっと黄色は結構ね、わかりますよね、にじむ場合ね。ちょっとこの辺。もう乾いてるので、こちらアーカイバル全然にじみません。ですか？では、メメント。メメントもですね、水溶性なんですけど、これ、ウォータープルーフなので、はい、にじみません。ということで、しっかり乾いてしまえば、水彩的に使うのはメメントもアーカイバルも同じという形になります。はい、次にご紹介するのがシマリーペーパーですね。はい、シマリーペーパーも見ていただくと、シマリーペーパーの方も、わかりますかね？若干、アーカイバルの方がこの髪の毛とかくっきり出てるんですよ。でもメメントはちょっとモヤモヤってしてるんですね。そしてやっぱり色がね、やっぱりグレーっぽくなってきてて、ちょっと違うな。乾き的にはもう両方ともすっかり乾いています。ですか？じゃあこちらも塗ってみますね。やっぱり水彩で顔をするときは、シマリーペーパーってすごく水をね、きっちり、なんていうんですかね、水にも程よく強く そして、滑らかにね、色もね、発色しますので、結構、ウォーターカラーするときにシマリホワイトっていうのはすごくね、使えるんですけれども、はい、両方ともですね、もうしっかり乾いてますので大丈夫です。ボケたりしません。ただ、なんとなく、なんですけど、なんとなくこっち、でもね、メメントもともと最初がね、これ、にじんでたんですよ。要するにね、先ほどのウィスターホワイトと同じで、くっきり加減がね、アーカイバルの方がね、くっきり押せるんですよね。ステイゾーをお持ちの方は、ちょっとステイゾーに似てる感じの方は、アーカイバルの方なんですね。はい、これが今、シマリーホワイトに対してでした。次、グロッシーペーパー。グロッシーペーパー。これもですね、すでに午前中に押しているので、しっかり乾いています。ですか？グロッシーペーパーを使うと、色の違いがすごくよくわかるんですよ。もうカメラでわかっていただけるかな？本当にこっちね、アーカイバルはくっきり黒なんですが、メメントはグレーに見えるんですよ。なんとなく画面でもわかりますかね？黒の濃さ、特にこの辺見ると分かりますよね。靴の部分ですね。まあ、近いと暗いのかしら。靴、結構まあこれ私がギュッとね、いっぱいインクつけちゃってギュッと押しちゃったっていうのもあるんですけれども、なのでちょっと滑ったりしてるんですが、これね、グレーっぽいんですよね。なので、実際乾きもメメントの方が早かったんですが、色的にやっぱりね、グレーに近いっていうね、イメージなんですね。でも、もちろん乾いてますから、上からこんな風に色を着色しても、黒がにじんでくるっていうことは両方ともございませんという形です。ですか？はい、次どんどんいきます。次はウォーターカラーペーパーですね。こちらももう時間が経ってるので全然にじんでませんよ。はい。で、ウォーターカラーペーパーに関しては面白かったんですけれども、アーカイバルっていうのは他のペーパーではメメントよりもくっきりついてたんですけれども、表面にこんな風に凹凸があるウォーターカラーペーパーの上にアーカイバルを押すと、ちょっとこの辺が今度うまくつかなかったんですね。それに対してメメントは、他のペーパーでちょっとにじんだ感じがあったので、逆にウォーターカラーペーパーに押しても、インクがこう、なんていうんですかね、広がった感じがして、くっきり、逆にくっきり見えてるんですよ。ほら、細かいこのヘアスタイル、髪の毛の部分、メメントの方がね、くっきり押せてるんですね、ウォーターカラーペーパー。で、色も、なぜかメメントは、ウォーターカラーペーパーの上の方が、アーカイバルよりも濃く見えてます。面白いですよね、この違い。
ウォーターカラーペーパーですので、これが一番ね、発色はね、いいんですよね。混ざり方はとってもいいです。なので、本格的にウォーターカラーやりたい方は、ウォーターカラーペーパーでね、やっていただければ大丈夫なんですが、私はヘタピーなので、マシマリーホワイトぐらいの方が、なんていうんですかね、コントロールが効きやすいなっていう印象があるんですけれども。はい。ちょっとどんどん水をつけて、にじませてみました。どうですか？なんかこれちょっとにじんでるように見えませんか？これね、黒がにじんでるというよりは、色が紙、ペーパーが濡れてということかな。よいしょ、こっちもちょっとバンバンやってみよう。すごいつけちゃった。すごい水つけちゃったって感じなんですけれども。水をどんどんつけていった場合、にじんでるのかどうかっていうことが、にじんではないと思うんですけど、でもなんとなくね、メメントの方がにじんできた気がするんですよ、線が。アーカイバルは全くそのままっていう感じですよね。一応水溶性、ウォータープルーフなので、メメントでもウォーターからね、使えることにはなってるんですよ。はい。次、最後。通常ペーパーではないんですけど、ベルム。ベルムに関しては、これアーカイバルすごいにじんでるんですね。でもこれは実はこの直前にちょっとインクをリンクしちゃったので っていうのもあるので、一応細いちっちゃめのスタンプでもう一回押してみました。でもこれを見ても分かっていただけてると思うんですが、ベルムペーパーに押すときはメメント結構きれいに押せるんですね。アーカイバルよりも綺麗に押せたっていう印象、私的にはすごく持ちました。なので、なんかこっち、メメントの方がいいのかな、ベルムにはっていう感じでした。というのは、ベルムってもともとアーカイバルで押してもくっきり黒くならないんですね。そうすると、メメントは若干他のペーパーだとグレーっぽく見えてたんですけど、ベルムに関してはもともとペーパーがちょっとグレーっぽいので、くっきり黒でもそうでなくてもあまりね、気にならないんですよ。なので、くっきり押せるメメントの方がベルムには使いやすいっていう印象を受けました。はい、次にホイールペーパーです。ホイールペーパーね、ほら見てください。ちょっと私の押し方がね、悪かったっていうのもあるんですけど、真ん中が結構ね、綺麗に押せなくって、何回もやってみました。こちらがメメント、こちらがアーカイバル。いいですか？触ってみますよ。これ、朝ね、スタンプしたんですね。だいたい乾いてるかなって感じですね。はい、こちらメメント。ほら、どうですか？全然乾いてないんです。メメント。乾かないんですよ。ホイールペーパーの上には。はい、こちら。実はね、アーカイバルもまだしっかり乾ききってないので、こういう風にしていくと、ちょっとほら、黒く出てくるんですよ。でも、しっかり乾いた部分は大丈夫だなっていう印象。でも見てください。これ、朝ね、スタンプしたのにもう全然ダメでしょ？つまり、おそらく、メメントはホイルペーパーには永久に乾かないでしょう。ということです。ヒートセットすればどうなのかわかんないですけど、でも、もう4時間ぐらい置いててもこれはちょっとという感じですよね。なのでもう乾かないと思った方がいいですね。つまりホイールペーパーには使えないんじゃないの？っていう感じです。こちらは細かいところはもう結構乾いているので、ぐしぐししない限りはアーカイバルはホイールペーパーにも使えるっていう感じでした。最後、ウィンドウシートです。はい。ウィンドウシートですね。ちょっとちっちゃくてあれなんですけれども、同じく、こちらがアーカイバル。こちらがメメントです。押した感じ、ちょっとわかります？メメントね、しっかりつかなかったんです。そして、アーカイバルは結構つきました。これも午前中、朝、押しておきました。さて、触ってみます。はい、こちらアーカイバル。乾いてます。でも、キュッと触るとまだ乾きが、あれなので。でも、ほとんど乾いてます。これ、ヒートセットするともう完璧に乾くと思うんですが、はい、メメント。全然ダメなんですよ。ほら。
先ほどのホイールシートと同じでございます。全くダメということなんですね。つまりこれもし、アーカイバルブラックとそれからメメント黒いインクを一つだけ買うっていう方に対してはアーカイバルブラックが一番おすすめなんですね。どれでも使えるっていうことなんです。で、ただメメントにもアーカイバルブラックよりもいい点というのがあるんですね。それは乾きが早い。この2つ以上、こういった普通の紙に関しては。つまり、メメントもアーカイバルブラックも紙の用途によって使い分けていき、その紙によってベストな、まあベターなですけれども、ベターなインクを都度選んでいくと、作品の仕上がりに、まあ仕上がりが綺麗になるっていうんですかね、っていう形になります。ただ、最初のうちはですね、そんなにこだわってないわということでしたら、やっぱりベーシックブラックがおすすめですね。もう一回、ささっと、復習してみますと、ウィスパーホワイトには、そうですね、くっきりさ加減と色の濃さはアーカイバルの方が勝ちっていう感じですね。乾きはメメントの方がいいですけども、くっきりさで。アーカイバルが勝ちって感じになりますね。シマリーホワイト、こちらもですね、色とそれからくっきりさではアーカイバルの方が勝ちっていう感じですね。グロッシーペーパー、これに関しては色の差がかなりはっきりわかります。なので、こちらはグレーっぽく見えて、こちらは真っ黒。という意味では、やっぱりアーカイバルのが勝ちという、まあ勝ちというか、私はアーカイバルを選ぶでしょうという感じですね。ウォーターカラーペーパー、これに関しても、実は先ほど水ガンガンつけましたよね。しばらく置いといたら、もっと違いが出てきましたよ。滲んでるんです。滲まないはずなんですけど、滲みました。こちら、この同じ部分じゃないですけど、ここかなり水ピッて出しちゃったんで、滲みませんでした。つまり、メメントですね。滲むんですよ。乾いたら滲まないはずなのに、なぜかウォーターカラーペーパーみたいにたくさん水つけると。ということは、アーカイバルを使いたいということになります。フェルムに関しては、メメントのが勝ちです。メメントの方がいいです。なので私は今後、フェルムに関しては、メメント使っていくと思います。個人的に。でもそれ以外はもう一目瞭然。メメントはウィンドウシート、それからホイールシートには使えません。乾きません。ということがわかりましたね。はい、ということで、今日ですねお話ししたことはちょっとまた以前のねインクの特徴の時と同じようにちょっとね表にまとめてみたいと思いますですか。ということで皆さんも、使う紙の質に合わせてインクを変えていくというのが、まあ、より楽しくスタンプをして、より素敵なね仕上がりにするというコツになるんですね。なのでそんなことで今後のインク選びの参考にしていただけると嬉しいです。ということで今日のスタンプスクールレッスンは以上で終了ですが、次回ですね、1週間置いて再来週なんですけども、再来週はですね、このウォーターカラーつながりで、じゃじゃーん、ウォーターカラーペンシルズの特徴についてご説明したいと思います。それぞれ違うペーパーの上に使うとどんな反応するのかというのをですね、比較してご紹介したいと思います。Thanks for watching! Happy Stamping!